ねえ、ナットウエスト、情報セキュリティどうにかして。これがナットウエスト銀行のログイン画面。イギリスの大手銀行らしいね。で、これが腹立つのさ。暗証番号のうち指定された3桁と、パスワードからも3桁を要求してる。知ってる？ナットウエスト。顧客様のパスワードは保存しちゃいけないんだよ。パスワードがどのように保存されて検証されるのか、ざっくり説明するね。セキュリティが進んでなかった大昔は、パスワードは平文で保存されていたから、パスワードがそのままデータベースに載っていて、それを見つけた人が誰でも見えるようになってたの。どこかのウェブサイトでパスワード忘れたをクリックしたら、パスワードがメールで送られてきたことはある？極めて粗悪なセキュリティの証、このデータが安全じゃないっていうサインなのさ。だって、もしデータ漏洩が起きたら、ハッカーは即パスワードを平文で見れるから、どれだけ強いパスワードを設定してても意味ないのさ。パスワードをちゃんと保存するには、ハッシュとソルト付けっていうことをしないといけない。まずはハッシュ化の意味を見てみよう。インターネットからソフトをダウンロードするときに、なんかよくわからない16進数が貼られてるのを見たことあるかな。こんな感じのやつ。それがファイルのハッシュ。ハッシュとは、入力をごちゃ混ぜにするアルゴリズムで、特徴としては、ハッシュから入力を復元するのは非現実的に難しくて、入力をちょびっとだけ変えたら、全く違うハッシュが出てくるようになってる。つまり、パスワードを知らなくても、パスワードのハッシュを覚えておけば、ユーザーの入力のハッシュがそれと同じだったら、そのパスワードが正しい可能性が高いって確認できるよね。可能性って言っても、誤反応の可能性は1兆分の1や1京分の1みたいな感じ。でも、サーバーなどのハッシュ方法を使っているか、ハッカーに知られたら、セキュリティは帳消しだよね。特に、以前に情報漏洩があったところと同じアルゴリズムを使ってたらもう大変。ハッカーにパスワードをしらみつぶしに当てる時間と労力を与えちゃうよね。もうリークされてるからね。前に漏洩された情報ならいくらでもいじれるからパスワードを言い当てられちゃうよね。ね。だからハッシュする前にソルトというサービスやアカウント固有の情報をパスワードに加えるのさ。パスワードをハッシュ化して保存する前に、なんかつけたり、後ろにつけたり、少し加工したりすることで、万が一データが漏洩したとき、パスワードを流用してたとしても、保存されているハッシュは近くないよね。で、ハッシュとソルト、ね、使わないといけないよね。そうすると、ナットウエストの質問の答えが、正しいのか検証できなくなるのよ。というわけで、ナットウエストのパスワードセキュリティはゴミ、ボケナス、ゴミカス、クソ未満。はい、以上。